んにちは。手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は万場由美がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。コロナ禍でも安心安全に食事ができるよう、県は感染予防対策を実施している飲食店を認証する新たな制度を今月10日からスタートさせました。今回の認証制度では、来店者には会話の時にはマスク着用を促すよう掲示しておくことや、店内の衛生管理の徹底、従業員の感染予防対策など22の項目に対応することが必要です。これまで県が掲示を呼びかけている宣言書は事業者からの自己申告ですが、新たな認証制度では事業者からの申請で県が現地を確認し認証します。認証してからも利用者から対策ができていないなどの連絡があれば再度確認を行うということです。県教育委員会は新型コロナの感染状況を受け、今年度の琵琶湖の学習船海の子の授業について、昨年度に続き1泊2日ではなく日帰りでの航海にすると発表しました。県内の小学5年生が乗り、琵琶湖の環境などを学ぶ学習船海の子事業。今年度の海の子は今月24日が初出航、101回の航海でおよそ1万4000人の児童が乗船する予定です。昨年度よりも湖上での活動を充実させ、希望する学校には出張講座を行うなどの対応もするということです。明治初期まで国内有数の茶どころだったとされる大津市のゼゼ学区で、地元の園児たちが茶摘みを体験しました。5年前の大規模改修に合わせて敷地内に茶の木を植えた大津市の生涯学習センター。先月27日にはゼゼ幼稚園の園児およそ20人が初めての茶摘みに挑戦しました。このイベントは黒船来の際にペリーが飲んだともされるゼゼ茶の復活を目指して、幼稚園の PTA と地元ボランティアが協力して実施したもので、子どもたちは説明を聞きながら新芽を手で摘み取っていきました。摘み取った茶葉は乾燥させ、後日子どもたちが幼稚園で飲むということです。今年春の叙勲受章者が発表され、県内に住む53人が受章しました。県内在住の叙勲受章者は旭日賞が18人、瑞宝賞が35人の合わせて53人となっています。今回県内在住者としては最高位となる旭日中受賞を受賞したのは、元滋賀県議会議員で大津市に住む佐野貴則さんです。佐野さんは短期間では結果の出ない外来魚の駆除といった琵琶湖の生態系の保全に長く向き合ってきました。佐野さんによると、ブラックバスやブルーギルもだんだん減ってきて、それと反比例するようにニゴロブナが戻りつつある現況ということです。
愛荘町の五島三山金剛輪寺では今、縦横およそ2メートルの巨大な曼荼羅図が特別公開されています。金剛輪寺の本堂で現在特別公開されている曼荼羅図は、重要文化財の金剛界81尊大曼荼羅図を復元模写したものです。寺が5年かけて鎌倉時代の絹糸や顔料を忠実に再現したもので、天台密教の思想を伝えます。毎年5月に公開していますが、去年はコロナ禍のため中止されていました。この曼荼羅図は今月23日まで展示されています。続いて、滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。皆さん、言語には音声言語と手話言語があることをご存知ですか？手話言語は国際的な条約、つまり障害者権利条約で認められ、日本では障害者基本法で言語、手話を含むと明記され、音声言語と対等な言語です。ろう者が日常生活や職場などで自由に使える言語として、手話言語が保障されることは、ろう者が社会的に自由に生きられることにつながります。今日は手話単語を一つ覚えてみませんか？クールビズ。5月はクールビズが始まりますね。表現は首の下に当てた右手親指と人差し指を開きながら離し、右手のひらを胸の前で軽く上下します。一緒に表してみましょう。クールビズ、クールビズ。いかがでしたか？皆さんも手話を学び、コミュニケーションの幅を広げてみませんか？手話に興味のある方は、お住まいの地域の役所または滋賀県立聴覚障害者センターへお問い合わせください。学習の場をご紹介します。いかがでしたでしょうか？それでは次回5月28日金曜日夕方6時にお会いしましょう。